なんでどんぐりみたいな見た目してるんですか？どんぐりだから。俺は。なんでそのどんぐりみたいな髪型してるんですか？どんぐりだから。なんでそのどんぐりみたいな頭してるか？どんぐりだから俺は。脱いだら、ジンオウガみたいになる。今のお前は、レーズじゃなくて、笑い飯の西田。ね、笑い飯の西田ってどっちだっけ？ ね、西田ってどっちだっけ？髪クソ長いよ！え、あいつ男前じゃん！俺、笑い飯の西田に似てる？髪伸ばそっか、西田ぐらい。なんでそのどんぐりみたいな髪型してるんですか？どんぐりだから。なんでそんなどんぐりみたいな頭してるんですか？どんぐりだから、俺は。繁盛がお前の結婚式のためにスーツ買ってさ、20万で。あいつマジで世間知らずのバカだなと思ったのが、繁盛お前20万のスーツ買ったんです、だったな、ってさ。そうなんすよ。俺スーツ60万すると思って、意外と安く買えましたって言ったから、こいつはもうダメだと思って、よかったなって言っといた。よかったな、安く買えてって言っといた。なんでそんなどんぐりみたいな頭してるんですか？どんぐりだからです、僕が。言ってなかったっけ？俺がどんぐりだってこと。なんでどんぐりみたいな髪型なんですか？どんぐりなんです。俺。ういー！バロしてますか！なんでそのどんぐりみたいな頭してるんですか？俺どんぐりなの。どんぐらーなの。なんでどんぐりみたいな髪してるんですか？初めてのチャットできたら信憑性が、もしかしたらマジかもしれない。俺どんぐりなんだよ。今まではネタで言われてたけど、なんかあしらうように言ってたけど、初めてのコメントで言われたら、もしかしたら本気で思ってく、俺何回でも答えるって決めてるから。もしかしたらガチかもしれないって今思っちゃった。パワハラについてどう思うんですか？一番クソだと思う。なんでそんなどんぐりみたいな頭してるの？どんぐりなんだよ、俺。なんでそんなニンニクみたいな話してんの？俺鼻ニンニクなんだ。あとダンスダンスレボリューションの矢印。